けどな。こんにちは。こんにちは。今日はこの可愛い子ちゃんのためにクラフトを作るわよ。準備 OK？ 早速始めよう。まずはベルトコンベアの台から設置していきましょう。下の部分に糊をつけるの。こうやって慌てずにゆっくりね。パーツも全部切り取れたよ。はい、あげる。あら、サムチン頑張ったわね。今のうちに寿司用語を覚えておこう。知ってる言葉があったらコメントで教えて。サムチン、この動画のために寿司用語を暗記したのよ。雰囲気が出るでしょ。簡単だったよ。普段は使わない言葉も多かったけどね。じゃあ賢いサムチン、漢字で寿司って書けるかしら。ちょっと念のため確認してくる。はいはい、その間に台の部分が完成したわ。次に横の壁を作りましょう。ホットグルーは熱いから気をつけて。少し固まるまで待ったら壁を取り付けるの。そう、漢字は分からなかったけど見て。わあ、サムチンすごいわ。どれどれ。あら、完璧ね。組み立て終わるのが楽しみ。僕も楽しみ。何をすればいいの？真ん中にペアリングをくっつけるの。小さな歯車も上につけて、同じサイズのものをもう一つね。何個か作りたいんだけど、サムチンできる？すぐに作れるよ。ペアリングを車輪にくっつけてダブルギアも組み立てたわ。サムチン早くできたわね。次にこの場所に歯車を固定するの。印をつけておくと簡単よ。ベルトコンベアの設置から糊をつけて軽く押したら完成。早くできたように見えるけど、実際には10倍時間がかかったんだよ。私たちはよくギアモーターを使って機械を動かすの。仕組みは知ってる？ちなみに9月に電動鉛筆削り器を作ったの。リンクをここに貼っておくわね。みんな見てみて。人気の高い動画よ。次にモーターに電線をハンダ付けするの。道具が熱いから大人に手伝ってもらいましょう。この電線がモーターの電源につながってるの。これが機械の電源よ。はいはい、見せたいものがある。このボタンで機械を起動させたり停止することができるんだ。もう少しで準備完了。はーい、サムチン、糊を持ってきて。意外と僕すごいでしょ。サムチン早く。やばい、糊はどこだろう。みんな、この機械をテストしてみたい？スイッチをオンにして、これでオフになるわ。早速回転寿司につなげてみましょう。よく見てて。串を3本くっつけるの。1つは中心部分で、もう2つは歯車の真ん中よ。この筒切るのが難しかった。スー先生、次は？筒を大きな歯車につけるの。準備はいい？できた、簡単。いいわね。次に台を串に直接つけて設置しましょう。大きな台を上からかぶせたら完成よ。すう、なんか足りないと思う。分解しなきゃいけないかな。サムチン、大丈夫よ。でもそうね、ベルトコンベアが足りないわ。完成！お披露目タイム！ 3、2、1！ じゃじゃーん！みんな、回転寿司はできたけど、見て。
場所が空いてるの。スペシャルゲストのために癒したっぷりな廊下を作りましょう。この段ボールを使っていくわ。さて、まずは巻き巣を壁にくっつけるの。ちょうどいいサイズに切っておいたわ。はあ、家の中に庭園が欲しい神社はラッキーだな。はいはい、嫉妬しないの。ほら手伝って。もうスーは厳しいんだから。庭作りにはコツがあるの。まずは周辺に竹を植えるわ。一本ずつフェンスの端までね。なんでこんなに石が必要なの？石があると日本庭園の雰囲気が出るの。ほら。レストランだからトイレが必要ね。ジンジャーのために作ってあげましょう。美味しいメニューが揃ってるからね。みんな、どうしたら快適なトイレが作れるかな。わかった。和式はボールにたくさん石を詰めて。いいアイディアね。調子はどう？もう少しで美味しい夕食が食べられるわよ。最後の仕上げ、完成。あとは全部つなげるだけよ。廊下をつなげるの、慎重に。すぐ早く飾り付けがやりたいよ。はい、出来上がり。飾り付けはどうする？提灯が必要。それもたくさん。照明にはこのライトを使いましょう。軽いから使いやすいの。そう思わない？しっかりとつけたら素敵ね。提灯の方はどう？遠くの塔に終わってよ、スイちゃん。完成よ、大将。ゲストをお呼びして。あ、ようこそ。ハムスターのためのお寿司屋さんがただいまより開店いたします。いらっしゃい、どうぞ。見て、すごい匂いを嗅いでる。最初のお客さん、緊張する。テーブルはそっちよ。ああ、反対方向に行っちゃった。どこに行くの？ああ、僕の大切なお花が。慣れる時間が必要みたいね。トイレに興味津々よ。そのボタンなんだっけ？はあ、止まっただけか。完全に破壊モードに入ってるわね。落ち着きがない。そうね。こっちにおいでよ。ほら、おいしいご飯を用意したよ。完全拒否ね。トイレから出てきたのはいいとして。はい、やったー。もっと欲しいって。えへん、やっぱり僕は料理上手。で、お皿は食べちゃダメだよ。そうそう。お味はどう？こんなに美味しいもの初めて食べた。
迷っちゃうわよね。わかる。さすがにそれは予想していなかったわ。やばい、体操選手みたい。まさか最初のお客さんでこんなに破壊されるなんて。暴れん坊。動物の本能が目覚めたのね。お寿司に何を入れたの？僕のせいじゃないよ。ほら、エネルギーで溢れてる。まあ、いっか。満足はしてるよね。喜んでもらえれば僕は嬉しいよ。小さなお友達のために頑張るのもいいわね。みんなも楽しめた？動画の高評価とチャンネル登録をよろしく。あ、あとベルの通知もオンにしておいて。それじゃあまたね。みんなバイバイ。そう、僕が最後に話したかったのに。おお、お皿が飛んできた。何が起こってるの？そろそろ片付けないと。またお会いしましょう。